はい、オーバンです。どうも、ズケです。今回はっていうか、ズケもスプラトゥーン2の実況を始めていこうかなと思いまして、やっている限りです。はい、で今回はね、フェスが週末に開催されるんですけど、まあ、多分撮影投稿日だともう開催中になるのかな、なんですけど、一応ズケはマイメロディの方を選択してプレイしていきたいと思ってます。まあね、どこぞのリュウちゃんがね、今回はマイメロディでいきましょうということだったんで、マイメロディでいきます。それじゃあ、まあ、ズケのプレイっていうか、ま、前上げた動画はあれですね、鬼ごっこしてたんで、まあ、正直どんなプレイングかっていうのが分かりづらかったかなと思うので、今回は縄張りバトルの方でズケの実力というか、それを分かっていただけたらなと思いますので、ロビーの方に早速参加していきます。はい、それでは縄張りバトル縁側河川敷でやっていきたいと思います。そうですね、最初はですね、まあ実力っていうか、まあシューター系の実力が一番なんか出るのかなっていうか、まあいきなり最初からね、あのバリアブルローラーとかさ、キャンピングシェルターとか使ってもなんか上手なのか上手じゃないのかって分かんないかなと思いましたんで、最初はこのシューター、危ねえ、おっと田舎間がやられた。でここはこれ、ね、途中で手前で止めると、おっと多いな、あの人あそこで見てるな。それにどうしよう、あ回り込んでたか。よいしょ、スーパー着地。よっしゃ、ナイスキル。よいしょよいしょ。だからなんか、それと最近の話ばっかりだ。クイックボム強いなと思ってて、当てたら60ダメージかな、一発が入るので。いないよ、いたね、あっち。さあ、あれいなくなった。じゃあスーパージャンプかな。ああ飛び降りてった。よし、ナイスキル。いやー、なのでほら、クイックボム強えっていう話ですよ、要するには。でこうちゃんとね、端っこも一気に塗っていって、あーやばい、上見てたー、上のあの人見てたわ、ミスったね。これ時折復活する時の視点がなんじゃこりゃ視点、いやちょ固まってると。マルチミサイル強い。いや、固まってる時に撃たれるマルチミサイルの強さってか凶悪性すごい、本当に。今3人いたからね、あそこに。そりゃやられちゃうわ。いや、多分あれはクイックマルチミサイルってかスクイックインやられたの、多分スクイックリン、スクイックリン多いな。違う、マルチミサイル。よし、ナイス。そう、なんか大体の位置が分かんなくても、ああやってマルチミサイルをぶっ放せば、マルチミサイルじゃん。やばいー、最後ミスったなー、最後ミスった。あ、けどこれは勝ってますね。はい、勝利ということで、このまま第2戦も行きましょうか。はい、しばしばたれよ。はい、ってことで第2戦、コンブトラックで縄張りバトルしていきます。さてと、まあ今回もね、そうやっぱり相変わらず少しこの自陣塗りは先にしておいて、チャージャーの人がいるな、チャージャーの人がいるから後ろを任せようか。ある程度多分この辺に陣取ってやってくれると思うので、チャージャーの人が。あそこ、あれは
スペシャルが止まったからか。あーピッチャーか、ピッチャーか。あれはピッチャーを投げられたか。やべ、危ねえ。気づいてよかった。よいしょ、オッケー。ちょっと一歩遅かったね。まあ回線のせいなのか彼の反応力のせいなのかわかんないですけど。やばい、ミスった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 。ちょっと今足元あんま見てないで。そういうチューバーかな。あーなか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 当てきれなくてない。ナイス逃げ、味方もうまいこと逃げれてたな。いやー物が多い物が多い、投擲物がめちゃめちゃあった。マルチミサイルか。危ない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 危ねー。あれは俺を狙ってるな。うい、今クイックボム当て損ねたのが痛かったな。でもうちょっと前で頑張ろう。あれ、なんかこの辺にいたよね今。この辺でマルチミサイル撃たれてたのかな。あ、え、何でやられたんだ今。竹か。てか4人中3人があのチャージャー系武器ってなかなか、しかもみんなそこそこ上手いっていうね。ってことはもうなんか折り返してた方がいい気がしてきたぞ俺は。キルっていうよりかは、ナイス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 。塗り返せ塗り返せ。どうだ。いやチャージャー3人は結構きついな。おお、これはいい勝負か、ちょい負けぐらい。うわーくっそー。いや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 、やられましたね。あー塗り線のモデラーがいて、竹と普通のチャージャーだったかな。チャージャーとスクイソイチューバー、結構いい組み合わせだったな。はい、それでは第3戦目、時間が変更になりましてビーバスパークやっていこうと思います。撮影時間がね14時50分くらいから撮ってたんで、ちょうど3時の更新分で変わりましたね。さてと、あれビーバースパークってこんなちょっと軽快なミュージックだったっけ。さてと、いよいよ、あーそうそう、インク管理がね下手くそでね、結構ねあんま潜らないんですよ。ちょっと危ない。おっとヘルプが遅れたな。せっかく関係なかったのに。さあそろそろ、あーインク不足、一発当てた、そのまま行け。え、嘘、こいつ今三立てになったぞ。アサリさんうめえな、うめえなっていうか、まああの間抜けに3人並んじゃってたんですけどね。完全に完全にこっちがやらかした。オッケー、ちょっと待ってちょっと待ってちょっと待って、密集地のそれはきつい。どうした、なんかある。あ、そっちから2人来てるわけね。オッケー、チャージャー1人で抑えられないかさすがに。よ
しょ。あ、くっそ、やられた。ちょっとでもかかってれば今のボムでいけたのにな。ミスったな。ちょっとあのマルチミサイルの影響で自陣の塗られがひどい。まああんまりあんまりセコセコ塗ってると真ん中が取れないので、行きましょう。いるな、いるね、いるね。よいしょ。あーっと、クイックボム当てきったけどダメだったか。そう、クイックボム別に確定ではないので当てたからって必ずキル取れるわけじゃないんですけど、まあ、なかなかちょっとでも色ついてたらクイックボムいけるんで。あ、逃げ、あー、もうだからインク管理が下手くそすぎるんやって。まあこれぐらいにしといて真ん中、よし、相手もインク切れ、よっしゃー。おっと、いかんせなんか微妙だな。あー、OK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 、 勝ちました。シャイということでポイント的には、ま、822か。まあ塗り微妙だけどな。よいしょ、ランクアップ。というわけでいかがだったでしょうか、付けのヒーローレプリカの実力っていうか、まあ初の縄張りバトル公開ということで、まあ、こんな感じで最近はねクイックボムにハマって、クイックボムのあるような武器ばかり使っています。それでは またこんな感じでやっていきたいと思いますので、まあ、ガチマッチだったりね、あの縄張りバトル他の武器でやったりだとかいろいろやっていきたいと思いますので、ぜひぜひチャンネル登録高評価の方よろしくお願いします。それではバイバイ。